はい、えー、テネスアンシーです。えー、今日はですね、あの、ラケットのインパクトの面をですね、なんかこう、あの、まっすぐした方がいいのかとか、なんかこう、下にかぶせた方がいいのかとか、なんかちょ,ちょっと上にこう持ち上げるようにした方がいいのかとか、いろいろこう、なんかこう、意見をね、こう聞くので、えー、それについてですね、ちょっと、どう、どういうふうにこう、面を使えばいいのかなとかっていうことについて、ちょっとお話ししたいと思いますね。えっ、ー、と、ちなみに私のことについて、ね、ちょっとお話しさせてください、ね、私はあ,あの、テネス雑ッシュので技術解説、えっ、ー、とあの、スマッシュさんとかでさせていただいてました。で、えっ、ー、と、世界 のね。あの、いろんなテニスのね。事情とかっていうのを、えー、レポートしてテニスジャーナルさんというこう本でね。えっ、ー、と掲載させていただいたという風なことをやってました。で、えっ、ー、とその他にですね。あの、海外のね。えっ、ー、と留学授業ですね。そういうのもやってまして、えー、高校、それからアカデミーいろんなところに送ってきました。で、テニスクールの方ではですね。あの選手育成をやってまして。まあ、日本代表選手ですね。えー。あと、プロになった選手というのをこう育成企画を30年をですね。ええー、と、そのまあ、今まであったこととか、いろんなことをちょっとお話ししていきたいと思います。ですね。<laughs> えーとちなみにですね、ラケットの,このインパクトっていうのは、これもね、確かね、教会の方の、ね、講習でも何回かこうあって、私も聞いたんですけどあの、ベクトルなんですね、ベクトル、数学になってくるんですよ。で、まあ、それ最初のね、教法は確かね、ションボンさんが作った教法なのかな、あのリチャード・ションボン博士っていうね。 踏まえ、あ、たらあの、ラケット面の向いてる方向と、それと,、えー、っとスイングの方向と、えー、その間のこう中間ぐらい飛ぶんだよみたいな、ね、まあそ,んなまあ、そんな簡単なもんではないんですけど、まあ、大体大雑把にはそんなもんですね、ちょっと一回ね、図を出すんでね、この表を見てくださいね、こういうラケット面ですね、まあ、ちょうど横からインパクトを取ったようなもんなんですけど、でこれがボールですよね、でこれはまあ中心点と、えー、いうことになります。 でまあ、ちょうどこれボールが当たったとこですね当たった時間は1000分の3秒ということなんですね。で、まあ、この黒いのがですねこれスイングの方向ですねスイングの方向えつまりこのスイングの方向の力とこのラケット面がねこう向いてる方向ですね。 でこのまあだってこう中間ぐらいをボールが飛ぶんだよとこういうことなんですね。ただし中心がここにあるのでこういう力をこう下から加えるとボールってどうしても下に行っちゃうのでまあ完全な真ん中ではなくてねちょっとこう下側になるという風に考えてもらっていいと思いますね。まあ完全にねまあ、ボールもねこうへしゃげたいとかするんであのえ人によってはするんでこれはまた後でねこう解説していきます。 でちなみにですねこのボールの,この飛ぶ方向っていうのは当然のごとく、えー、下からの力とか角度が強ければ強いほどこう上に行きますしあのラケット面が当然これかぶせていけばこの面の方,の、えー、と方向のっていうのはこう下の方に向きますから当然このボールはこうあのボールの飛ぶ方向は下に向くんですね。 でまあ、まあそれでも、ですねこの面の方向面がですねちょっとやや下に向いたとしても、えー、スイングの、ね、方向が極端に上とか力強ければあのボールはまあ、下には飛びにくいと、えー、いうことになるんですね。ままあこれがですね、まあ、一応あの えーとあの確か教会の方の講習でもねこういろんな資料でもあ,のあったんですけどもあのこうベクトルですねそれは確かあのリチャード・ショーン・ボーンさんがねあのちょっとこうまとめたような内容だったと思うんですけどもあのスイングの方向はこのベクトルというもので決まるということですね。 ではこの図を見てくださいねこれ完全にあのボールがぺったんこになってますね。プロってこんな感じになってますよね。男子がこうバスッとペターとかでねラケットのこフレームの間にこう入ってるとね、えー、そうなってくるとこのラケットの中心線がですね非常にこのスイング方向の軌道にこう近づいていくんですよね。まあこれをね実際なんていう方かを芯を食うとかね、えー、とボールを潰すとかって言われるですね。 ああのの言われるやつですねあの芯を食うっていうのはつまりこのあの中心線がですねこのラケットのねスイング方向に近いつまりこのあのえと中心線をスイングがこう打ち抜いたような感じですね打ち抜くまたはそれに近づいたのをまあ芯食空とかっていうんですけどねあのそうなってくるとですねあのこの円形の形があまり影響されないので。 えーとこの何ですかねラケット面の振った方向に素直に飛んでいきやすくなると。 まあこうなってくると多少面はこうあの下に下がってもねあの下のこういうこのベクトルですかそういうのがこう働いたとしてもまああくまでもね今回は、ね、あの大体こう大ざっぱにね白川、まあ、そんなの簡単なもんじゃないとかで怒られそうです私勉強できないんで。あのまあそんなもんだと思ってもらっていいと思いますので。 えーとちょっとこのね、えー、図の漢字を覚えておいてください。 ということはですね、この、なラケット面の歌に下向けたらいいとかね、そういうふうな問題ではないんですよね。で、極端に言えばですね、あの、なんですかね、ラケット面とこのスイングの力ね、声の、えー、あの、掛け合わせということになってくるので、当然、やや面を下に向けるということは、こうかなりこう強くこう上にこう抜かなきゃいけないと、えー、いうことになってきますし、あのー、なんですかね、こう、面だけでは、あの、 あの、説明が片付けられないんですよね。だから、力のある人は、いや、こう、あの伏せて,ても問題ないんでしょうけど、力のない、スイングのない人が、ちょっと被せ込む、込むと、今度、ボール下飛んでいっちゃうという形になっていくんですよね。で、えちなみにですね、じゃあ今、あの今回の次はですね、この、脳学習の観点から考えていくと、どんなことが言えるかっていうと、あの、常に、まあ、あの、なんてかね、 えっと、多い、多くがね、例えば、あの、ボールが下に行った面を上向けてとか、なんかこう、上にとこ下向けてとか、ここをね、こう、大まかにこう、調整してね、あの、コントロールできるものじゃないんですよね。一度狂うだけで、なんだろう、確かね、あの、40センチから50センチぐらいにね、向こう、あの、あの、ベースラインの、あの、とこまで行くとね、あの、あの、 狂っちゃうんですよね。なので、本当にね、ほんのちょっと狂うだけでも、どこ飛ぶか分かんないわけだから、それを細かくね、自分のこの力でね、調整するって難しいんですよ。自分の意識で調整するの、これ随運動って言うんですけど、これで蚊のコントロールを仕切るっていうのは、まず不可能だとこう思ってください。 で、えっ、ー、と、じゃあどうなってるのっていうことですよね。だからもう、まあ、でも目上向いたらうまくいくときもあるじゃないかって。まあ、上にうまくいくとこもある、ある、ありますよね。でもそれをね、維持することってこう難しいんですよ。で、どうしてかっていうと、まあ、実際こうボールをこう押すときっていうのは、 ほとんどこの、なんていうんですかね、あまり手の形とかを意識,意識せず、あの、自然な感じで振ってる時っていうのが、はっきりこう、あの、ミスなく、あの、ショットとして使えることなんですよね。で、これを脳の学習の段階で言えば、えっ、ー、とね、フィードフォワード制御と言われる段階になって、自動化されてるんですよ。 つまり、ある程度、脳が、あの、だいたいこんな感じで、あの、こんな角度で、えっ、ー、と、このぐらいのスイングってのはこう飛ぶなっていうのを、その、いろいろ力の入れ具合とかによるデータがこう入っててね。で、それによって、えー、ボールがどう飛んでいったかっていうのを、こう、視覚から確認して、それがもうで、あの運動やってるものが入ってるんですよ。なので、 あの逆に言えば、その打つときにいちいち上だ下だって、ここであの自分の意識でこう動,くの動,くあの動くのと,、えーとまあ、学習されて、ね、あの自動化してるときって、ほとんど反射,、ね、反射で動いてるんだけど、この自分の意識でこう面を操作していくっていうのは、ね、まずあの不可能なんですよ、極端に言えばね。でも、そんなにうまく全,全部はなかなかいかないんですよね。 でちなみにその、じゃあ、目を上に向けたりとか下に向けたりとかしたらダメなのかって、そういうわけじゃなくて。 ま、明らかにね、あのー、まあ、何らかの原因でね、あのー、なんかこう、打ち方がずれるって、とのことがありますよね。で、そんな時に、ま、ちょっと、あのー、修正で面を埋め向けたりとかっていうのは、まあ、これ自分の意識で、まあ、これはもう一つの学習ですね。学習のし直しというか学習ですよね。あの、そこでこう、こう、あの、調整していくんですよね。で、それでこう、うまくいった時っていうのの、この感じ。 っていうね、この漢字ね、えー。漢字っていうのをこう、あの、一旦こう、覚えるんですよ。こう、覚えたら、それが、前、ま、か、あ、ら、あの、自動化されるようにね、まあ、脳がこう、まあ、まあ、自動で、あの、こう、動いてくれてると思ってよ。ね。 なので、じゃあ、のー、やっぱり脳は勝手に、あの、の判断してはできないから、だから、あの、外からの視覚をね、自分の意識でね、ちょっと上の方がいいかなとか、下の方がいいかなとかって、こう、調整するっていうのは、これ、学習時期なんですよ。で、あの、脳はその、その動きによって、ボールがどうなったのかなっていうのをね、これ、観察してるんですね。で、うまくいった時の感じをね、残してるんでこう運動回路としてね。だから、いろんな運動回路があって、正しい運動回路をこう、残すわけですよ。で、あの、間違った運動回路をこう、削除して、 していくっていう動作をするんですねこれをフィードバック制御って言うんだけどなのであのどうしてもうまくい,いかなくなった場合はちょっと面上向けたり下向けたりとかでこういうこういうことをすることによってまあ別の運動回路を使うあの使うことによって正確な回路を今探してるわけですねこれはね極端に言えばそうなの能学種でそうなんですよでそのことによってちょうどいいのがあった時にねえー、それが今度はこう 意識しなくても自動でできるっていう、自動化していくっていう形の段階になっていくんですよね。 なので、その、なんていうんですかね、自分で意識的にこうやるっていうのはね、非常に、あの、えっと、あの、まあ、初心者に近いっていうか、まだ学習しきってない方がこう、いろいろ試しながらやってる段階かな、というふうに考えてもらっていいと思いますね。あの、ほとんどもう上級者っていうのは、その、もう本当に必死で試合やしてる時っていうのは、今は面はこうだとかね、上に向きんだとかやってません。あの、ほとんどもう自動で動いてます。もう、意識はね、もうゲームしてますからね、もう向こうになりますからね、相手どう動か 行ってるのかな、こうしてるのかなっていう時に、手はこう、あっちはこうなんてはやってないですね。あのこれやっていくと、じゃあ今度どうなるかっていうと、ちょっとここではあの。 あの、詳しいの説明は、あの、割愛しますけど、おそらく動体視力も下がって、他の機能も低下するようになるんですよ。まあ、そういうふうなになってるのでね。あの、一度こういうのはね、あの、またこう、教会の方のね、教本なんか見たらね、あの、うんなの、テニス協会の、あと指導者ってこういう脳学習も全部、あの、最初からこう、勉強してる、してるので、そういう、あの、教科があるんですよ。ずっとこういう講習を受けて、こう、教科ってテストを受けて、筆記も受けてってやっていくので。 そんなので脳学習あります。なので、あの、そこを勉強しないと多分わかると思うんですね。こう、インパクトのことね。なので、それは意識的に、あの、こう、上に向けたり下に向けたりとかで、あの、毎回毎回、あの、コントロールしているものではないんですよね。こう、ほとんどこう、無意識にの自動化ということになってます。まあ、詳しくはいろいろね、日本テレス協会の方のいっぱい教本出てるんで、あの中のね、まあ、脳学習のね、 あの、のフィードバックとか、フィードフォワードとか、あの辺を読んでもらえば、大体その,あの理論は分かるんじゃないのかなと思うんですよね。えー、なので、あの、なんですかね、まあ結論から言えば、あの、意識的にね、こう、あの、あのなんか面をね、こう操作して打ってるんではないということですね。で 下に向けるんだったら、えー、と力の関係上相当ねこうあの上への,このなんかこうボールを潰すような力があったりとかあのがないとちょっとボールはこう飛ばないよと非力な人が面をこういろいろこう操作するっていうのは逆にはラケット面に影響されやすいよと、えー、いうことですね。こなのでこう後ろから押す力と、えー、面の角度の関係つまりベクトルというそのそれによるベクトルで、えー、ボールの方が変わっているというふうにちょっと考えてもらって いいんじゃないかなというふうに思います,す、ねえー、ということで皆さん頑張ってください